はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半をちょいと回りました。6月は29日の土曜日でございますね。こんな時間になってですね、日が出てきまして、ここには入らへんやん、ほんまにと。明日雨ですか？いやいや、ええやん、もう別に。ちょっと昨日いっぱい降ってんから、もう明日休んでほしいんですけど。ちょっと待って、明日、でも帰りに雨降ってるかもしれませんね、私がここ帰るときに。ふーんという感じ。まあでもそんなに暑くならないんでええかなという感じですね。はい、行きましょうか。昨日ね、アメリカの大統領のバイデン VS トランプあったでしょ。あれをこう見てたんですよ、ニュースでね。そうしたらですね、その後一般人にインタビューしてるんですね。どっち応援してんのって、どっちに入れんのみたいな。そしたら黒人がどっち入れるかっていうところでですね、黒人にずっとインタビューしたんですけども、何人かがですね、もともとバイデンに入れようと思っていたけど入れない、今回はトランプやとかっていう、あるいはこう選挙行かないとかって言ってですね、その理由がですね、バイデンちゃんはそのガザ地区でね、イスラエル軍がパレスチナ人を迫害して殺したりですね、食料を奪ったりから入れさせなかったりして、飢えさせたりしてるでしょう。で病院に大砲を撃ち込んだり爆弾落としたりしてるでしょう。でああいったことは許せないと、いわゆるガザのジェノサイドを許せないと。でしかもそれをバイデンが支援してると、そんなバイデンには私は入れないという、そういうことをおっしゃってるのを2つぐらい聞いたかな。うおーと思いましたね。イスラエル人って一見ですね、まあ白人ですよね。白人なんでですね、その白人たちがですね、まあアラブ人であるパレスチナ人をいじめている、迫害している、殺していると。で自分たち黒人はですね、アメリカでですね、白人たちにまあ言うてみれば差別をされていると、それに重なるわけですね。でそのイスラエル側を支援しているのはバイデンであるということで、バイデンに入れないということです。今回民主党は、バイデンはですね、前回は黒人票はほとんどバイデンに入ったそうです。でも今回はですね、黒人票の何割かは逃げてトランプに行くというふうに言われています。結構これ痛いかもしれませんね。ただアメリカってね、その州によるんですよね。黒人票が鍵を握ってる州ってどっか知りません、私は。でもスイング州といいまして、もう何回やってもここは民主党という州と共和党という州があるわけですね。もうそれは除いてどっちかにこう揺れる州があって、それがスイング州って言うんですけど、そのスイング州で、例えばこの州は黒人がキャスティングボードを握っているという州があったとしたらですね、そこで本来勝てたところがバイデンが負けるかもしれませんね、黒人票を失うことによって。でバイデンって基本あれ何も考えてませんから、その別にそのイスラエルを支援したくてね、してるとは思いません。今までのやり方、今までアメリカは一貫してイスラエルを支援してきました。その流れに沿ってるだけでですね、それがあかんとはバイデンは言う理屈を持っていないんですよ。で実はトランプになったところでイスラエル支援は変わらないんですよ。もっと強くなるかもしれません。なぜかというと、娘のイバンカがユダヤ教に改宗したんですよ。旦那のクシュナーがユダヤ人で、ユダヤ人というのはユダヤ教の信者という意味ですからね、宗教なんですよ、人種ちゃいます。でイバンカがユダヤ人だったんで、よりイスラエルを支援するわけです。まあその黒人、トランプに入れるって言った黒人はですね、そんなことを理解するかどうか知りませんよ。まあでもだからですね、まあバイデンのですね、イスラエル支持がですね、黒人票離れを起こしているのは事実ですね。でトランプはですね、公務用にあんまりイスラエル支援とは言っていないんですね。トランプ自身、自分の考えの中にですね、イスラエルを支援しなあかんという考えもうとないと思うんですよ。ただ娘が可愛いからですね、娘の旦那の国であるですね、イスラエルを支援するというだけのこと、国であるというか、まあ、その人たちがいっぱいいるという意味ですね。まあ、
微妙にですね、この大統領選挙にもですね影響が来てるかなという気はしますね。アメリカはね、もうアメリカが今回イスラエルを支援しているということでですね、アメリカはものすごくですね、イスラム教徒、世界のムスリムたちからですね反発を食らうことになります。私はね絶対的に間違いだと思うんですよ。アメリカがイスラエルを支援するっていうのは、アメリカがねイスラエルを支援してなければね911はなかったですよ、はっきり言うと。でアメリカがイスラエルを支援する利益何もないんですよ。だってイスラエルは支援国ちゃうでしょ、人材支援国と言えなくはないですけどね、でも支援国ではないし、ただですねいつも言う通りですね、ユダヤ人は世界の金融とメディアを支配してる、まあ、全部支配してるわけちゃいますよ。でも主だったところはユダヤ人がこう抑えてるんでですね、そういうユダヤ人のですね支持をですねアメリカの政治家たちはですね失いたくないからですね、だからですねイスラエルを支援してきたんですよ。イスラエルに大義があったわけではない、大義っていうか、まあ、分かれるけど、まあ、分かりやすく言い直すと正義なんですけど、まあ、誰もが納得できる理由ですね、これはイスラエルを支援すべきやという納得できる理由があったわけではないんですよ。1947年にですね第1次かな、パレスチナ紛争が始まった時にですね追い出された被害者はパレスチナ人だったんですね。で周りのアラブ国家がこぞってですねこのイスラエルというですねわけわからん連中をですね叩きのめそうとしたんですけど、アメリカが支援したことによって彼らはですね逆に領土を増やしたり、領土というか、まあ、支配地を増やしたりしました。でそういったイスラエルのやり方がですね世界の誰もが認めてるわけではない、ただアメリカが支援してるんでなんとなくそっちの方がええやんみたいに思ってるだけであって、世界の経済を握っているのはほとんどキリスト教徒の国なんですね。でキリスト教徒たちはですねユダヤ人に対してなんとなく贖罪の気持ちがあるんですよ。それはですねナチスドイツの行いであったり、まあ、その前からユダヤ人を差別してきたというなんとなくの贖罪の気持ちがあるんで、イスラエルには同情的であったというだけでですね、イスラエルに大義があったとは私は思いません。だってお前らどけっつって最初に土地を奪ってるんですよ。だからですねよろしくないということですね。でこのあとですねどこかでですねアメリカ国内でですね反ユダヤの目立った行動が起こってくるんちゃうかなと思うんですね。あそこまでやったら飽きませんよ、やっぱりいくらなんでも罪のないですね子供や年寄りや女性をですね殺めて恥ずかしめてですね、こんなん全然ナチスやん、はっきり言うて、あやってることなんでナチスとねソ連軍を合わせたようなもんやん、ほんまにもう。だから世界の同情は変わらないし、アメリカの世論、うん、アメリカの世論って言ってももう今もなんていうかこう多様ですからね。だからアメリカの世論もですねこう反ユダヤにこう傾いていく可能性がありますし、でいつも言う通りもともとクリスチャンたちはですねあんまりユダヤ人のことをですね快く思っていない人が多いんですね。でそういう気持ちが噴出する可能性がありますから、結局ですね長い目で見たらイスラエルはアホなことしているということになるんちゃうんかなと思いますね。毎日毎日こんな記事が出ています。これはですねニュー BBC ニュースジャパンですね、これ昨日かな、いや6月26日ですね。ガザ地区でなお危機の高いリスク、国連が支援する報告書が警告と。もうこんな記事で毎日毎日あふれてますよ、全部イスラエルが悪いガザで人々が苦しんでると、そういう論調です。はい、一応ここ貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。